なんかやっと馴染んできたぜ。ジェシカもマリアも6年前からは想像もつかないくらい成長しちまったからよ。正直なところ少しだけ違和感を持ってたんだが、こうして話をしているうちに中身はあの頃から何も変わってないことが分かったぜ。同じ言葉を返してやるよ。バトラだって6年ぶりだってのに全然変わってねえぜ。図体がいくらでかくなっても中身は相変わらずお子様だってことだな。うん、マリアもお子様、マリアもお子様。マリアだっていつまでもお子様じゃねえぞ。お子様から可愛いお姫様に成長してくんだからな。そうしたらまな板みてえな胸もすーぐジェシカ並みになるぞ。そしたら揉ませてくれよ、約束だぞ。うん、揉ませる、約束する。うん、ダメだよマリアちゃん、そんな約束しちゃダメダメダメ。おお、約束したから揉ませる。マリア、約束は守る、絶対守る。うん、マリア、お前本当に素直ないい子だな。お前と結婚する未来の旦那さんはきっと幸せ者だぜ。っていい話にすり替えつつ約束を保持してんじゃねえぜマリア。その約束はなしなし。うーん、約束取り消し。うーん、やっぱりバトラ君も揃って4人で集まらないと、いとこが集合した気がしなかったね。この6年はやっぱり寂しかったよ。そうだな、こういうふざけた話にはならなかったな。でも建設的な話はできてたと思ったぜ。将来に対する心構えとか受験とか就職とかよ。へっへー、悪うござましたね。俺が来たらおまぬけなドタバタばっかりでよ。でもマリアは今年のが楽しい。うううそうだね、僕も同感、今年が一番楽しいよ。いたします。お食事のご用意ができました。シャノン入れよ。バトラは覚えてるだろ。ご無沙汰いたしております。バトラ様、6年ぶりでございます。シャノンです。はぁ、あ、ジェシカにも驚かされたが、シャノンちゃんにも驚かされたぜ。あんたもすっかり美人になったじゃねえのよ。もったいないお言葉、恐喝に存じます。しかしよ、この島じゃよっぽど食事の栄養価が高いんじゃねえのか。何を食ってどこを鍛えたらそんなにでっかいお胸になるんだか。ジェシカとどっちがでけえか、ちょいと触って確かめさせてもらうぜ。
あ、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 ジェシカ、ありがとうよ。なんで私が感謝されんだ？お？いやいや、すまんぜ、シャノンちゃん。魅力的な胸に思わず吸着されそうになっちまった。つうか、さすがにあの間合いまで来たら犯罪確定だろ。ダメだぜ、抵抗しなきゃよ。ですけど、バトラ様は大切なお客様ですし。あのな、お客様でも犯罪は犯罪。女の子の胸はだいたい10センチくらいからが防空識別圏だな。2センチ圏まで侵入してきたら、これはもう領空侵犯だぜ。スクランブル発進で即ビンタを食らわせてやれ。そんなことできません。私たちはそのカヌですし。今時こんな献身美徳な子がいるとは。軽いめまいすら覚えるぜ。ああ、でもダメだ、ダメなんだ。俺がいやらしい顔で迫る。ハッタウス、いや、エッチ、そういうお約束じゃないとオチがつかねえんだよ。頼むよ、お願いだよ。俺を引っ叩いてくれよ。こうバチンとバチンと。お願いは聞けません。家具ですから。でも、命令ならお聞きします。それが務めですから。じゃあ、命令させてもらうことにするよ。次からバトラ君が胸に触ろうとしてきたら、平手打ちで反撃すること。いいね。あ、はい。仰せつかりました。以後、そのようにさせていただきます。バトラ様、ご承知おきくださいませ。6年前はお手伝いさんの連れ子がついでにお手伝いみたいな印象だったんだけど、すっかり一人前の使用人さんだな。今年で何年になるんだ？はい、おかげさまで10年ほどお使いさせていただいております。さっき会ったカノ君は彼女の弟なんだよ。弟というわけでは。でも私のことを姉と慕ってくれます。何か失礼なことはしませんでしたか？相変わらずいつも通りだぜ。もうちょっと愛想よくすればいいのによ。もったいないやつ。カノン君がご迷惑をおかけしたようで申し訳ございません。別に迷惑なんか何も。同じ男としてわかるさ。ありゃ気難しい年頃だ。愛想が悪いのは当たり前だぜ。おい、マリアもよく言われる。愛想悪いって言われる。カノンと一緒。うん。マリア様は愛想悪くなんかありません。おお、一緒がよかった。ふう。食事の準備ができたんだっけ？はい、失礼いたしました。お食事のご用意が整いましたので、皆様をお屋敷へご案内いたします。
じゃあ、お屋敷に行こうか。みんなも、お腹が空いてたところでしょ。だな。ゴーダさんがいる時の飯は楽しみなんだよ。あの人、どこぞの有名ホテルでシェフをやってたらしくて、かなり料理の腕があるんだぜ。ほうほう、それ楽しみ。行こうぜマリア。ガツガツ犬みたいに食い散らかすぞ。ふー、犬みたいに食い散らかす。ダメダメ、バトラ君の言うことはいちいち真に受けちゃダメだよ。全部冗談なんだから。さあ行こう行こう。バトラ様、お久しゅうございます。ゲンジさん、本当にお久しぶりっす。お元気そうですね。おかげさまで健やかに過ごさせていただいております。バトラ様こそご立派になられました。親方様の若き日に少し似てこられましたな。俺がじい様にってことは、さぞやじい様は若い頃モテたろうな。ここからはシャノンに代わって私がご案内申し上げます。どうぞこちらへ。
ああ、悪い。なあ、ジェシカ、あんな絵。前はあったっけ？ああ、そっか。バトラが来てた頃には、あれはかけられてなかったっけ？いつからだったかな？確か、僕の記憶が正しければ、一昨年あたりだったと思うよ。さようでございます。一昨年の4月に、親方様がかねてより画家に命じて描かせていたものを、あそこに展示なされたのでございます。あのじい様がね、わざわざ描かせてっか。で、誰だい？このご婦人はよ。はあ、マリア知ってる、ベアトリーチェ。ベア、なんだって？ベアトリーチェ、魔女だよ。バトラ君は昔聞かされたことない？魔女？って、この島の？
なるほどな。しかし、あの魔女伝説の魔女に、ベアトリーチェなんておしゃれな名前がついてたとは、とんと忘れてたぜ、じいさまめ。孫たちが信じないもんだから、わざわざ絵に描きやがったか？じいさまの妄想の中の魔女だよ。この絵を掲げた頃から、現実と幻想の区別がつかなくなり始めた。私たちにとっては想像の中の魔女に過ぎないけど、じいさまにとっては、彼女はこの島にいる存在、いる。だから、それを理解することができない私たちにもわかるよう、あの絵を描かせたって言うんだけど、気持ち悪いったらありゃしないぜ。お嬢様、親方様にとっては大切な肖像画です。親方様の前で、そのようにおっしゃられることがございませんよう、固くお願い申し上げます。わかってるぜ。頼まれても言わねえよ。行こうよ。食堂にみんなを待たせてるよ。はい、お腹すいた。お子様方をお連れいたしました。失礼いたします。遅えぞガキども、早く席に着けよ。
お久しぶりですね、バトラ君。ずいぶん背が伸びましたね。はい。食ったり食べたり食事したりしてたら、いつの間にかこんな身長に。さすが男の子ね。身長はいくつくらいあるの？180かな。つーか、おばさん。そこは、食べてばっかりじゃねえか。って突っ込んでくださいよ。え？ああ。ごめんなさいね。遅えな、じい様。俺の記憶じゃ、時間に厳格な人だったと思うんだけどな。まあ、6年前はそうだったかもな。最近はそうでもねえよ。というか、もう自分の世界オンリーって感じで、会食にも顔を出さねえぜ。さすがに今日くらいは足並みを揃えてくれるって思ってたんだけどな。まあ、私は来ない方が気楽で嬉しいけどよ。ジェシカ、お父さん、お父さん。
やかましい。その音は止めぬか、愚か者。叩けば扉は開かれると誰が教えた。そのバカ者は貼り付けにしたぞ。お前もそうされたいのか。お父さん、年に一度の親族会議の日ではありませんか。皆下に集まっています。どうかおいでください。私に構うでない。皆とは何か、私をここから引きずり出そうとする者どもなのか。ならば殺してしまい、バラバラにして薪にして魔女の炉にくべてしまい、その炉には鍋をかけて苦いおもぎを煮るがいい。黙示録の煮汁はそれでも私をここから連れ出そうとするバカ者どもに飲ませてやれ。残りは酒につけるのだ。ああ、源氏はどこだ。源氏を呼べ。苦害の魔種を用意させろ。緑の妖精のささやきが届かぬ。ああ、源氏はどこだ。源氏を呼べ。すっかり嫌われてしまったようだ。もう私の声では何も届かんよ。金蔵さん、あんたの顔を見に息子や娘や孫たちが来てるんじゃないか。ちょっと顔を見せてやったらどうだね。うるさい、黙れ。私に意見するというか何じょ。貴様など呼んではおらぬ。私は源氏を呼べと言ったのだ。さあ急げ、すぐに呼べ。時間は常に有限だ。人たちはすでにラッパを構えているぞ。なぜにそれがわからぬか、愚かな羊どもめ。なぜだ。なぜにいつも私には邪魔が入るのか。すべてを捨てよう。すべてを捧げよう。その見返りに私は一つしか求めないというのに。ああ、ベアトリーチェ。お前の微笑みをもう一度見られるならば、私は世界中から美少を奪い取り、すべてをお前に捧げよう。おお、イナゴの軍団長たちよ。世界中から美少を刈り取り収穫せ。すべてが汚らわしい。すべてが煩わしい。なぜこの貴重な一日に私は邪魔を受けねばならぬのか。源氏を呼べ。何を怒鳴ってるのかもさっぱりだな。もう頭がどうにかなっているのだろう。クラウスさん、実のお父さんに、そりゃあんまりじゃないかね。親父はすでに死んでいる。ここにいるのは親父だった者の幻さ。いずれにせよ、本人にここを出る意思がない以上どうにもならんね。金蔵さん、私は下に戻る。ゴーダの自慢のランチをこれ以上無駄に冷ましてしまうことはない。親類たちにとって当家での数少ない楽しみだろうからな。
源氏さん、親父殿がお呼びだ。相手を頼む。かしこまりました。南條先生、食事に行きましょう。いつまでもここにいるとこの甘い匂いで味覚までおかしくなってしまう。すまんが、源氏さん、頼みます。はい、お任せください。お酒はなるべく与えないように。あれは常習性が強すぎる。源氏はまだか。何者が源氏を阻んでいるというのか。うわ、源氏はどこだ。源氏を呼べ。さあ、ここはお任せください。すみませんな。親方様、源氏でございます。源氏か。何故私をこれほどに待たすのか。そこには誰もおるまいな。はい、私だけでございます。源氏、いつものやつを頼む。私は忙しい。はい。
どうぞ、親方様。ああ、すまん。友よ、もったいないお言葉です。私とお前の中に儀礼はいらぬ。飲め、友よ。いただきます。お前が作るのを真似ているのだが、どうにも同じ味が出ぬ。お前が作る方がうまい。ありがとうございます。親方様のご指導の賜物です。互いに老いたな。年を数えることも忘れてすでに久しい。今日まで過ごすことをお許しいただけたのも、すべて親方様のおかげでございます。今日まで本当によく私に仕えてくれた。息子たちは誰もが私を変人呼ばわりした。大勢いた使用人も皆私を恐れてやめていった。お前だけが今でも私に仕えてくれる。もったいないお言葉です。私の余命もそう長くはあるまい。息子たちは私の遺産がいつ転がり込んでくるかをうろうろ待つハゲタカばかりだ。クラウスの愚か者は金を湯水のように使い、一枚の金貨を売るのに二枚の金貨を捨てておる。それで金を稼げたなどと妄言を。エヴァは金の亡者だ。あやつは私を鶏か何かだと思っておる。死んだらガラにして出汁まで取る気だ。ルドルフの間抜けは女遊びばかり。ローザはどこの馬の骨ともわからん男の赤ん坊など産みおって、ジェシカは無能で無学だ。ジョージには男としての器がない。バトラは後ろ宮家の栄誉を自ら捨ておった愚か者だ。マリアなど見るのも汚らわしい。なぜだ、なぜに後ろ宮の血はこうも無能なのか。私の築き上げた栄光を受け継ぐにふさわしい者はおらんのか。ああ、わかっておるとも。これがベアトリーチェの呪いであることもわかっておる。黄金の魔女め、それが私への復讐のつもりか。憎みたくば憎むがよい。逃げたければ逃げるがよい。逃がさぬ、逃がさぬ、逃がさぬ、逃がさぬ。お前は私のものだ。常に私の腕の中でなくてはならん。私の生涯のすべてなのだ。我が鳥かごにて永遠に私に、私だけに囁き続けるのだ。ベアトリーチ、なぜに微笑み返してはくれぬ。おおおベアトリーチ、
すまぬ、我が友よ。私は決心した。このままぼやき切った妖精を怠慢に過ごすことなどもはや耐えられはせん。この身に最後に吐するコインがあるならば、それを悪魔たちのルーレットに託してみたい。魔法の力はいつもかけるリスクで決まる。日本古来の呪術である牛の刻参りがそうであろう。7日間、儀式を目撃されてはならないというリスクを支払うからこそ魔力が宿る。困難なリスクが生じれば生じるほどに魔力は強く生じるのだ。神話に登場する数々の奇跡は天文学的リスクに奇跡的な低確率を得て成就した驚愕すべき魔力の結晶なのだと言える。モーゼが海を割ったのは神の奇跡ではない。蹂躙の計りに乗せられ軍勢によって航海に追い詰められた絶体絶命のリスクが奇跡の魔力を生んだのだ。同じことが同じ規模で繰り返されようとも再び海が割れることはないだろう。なぜならモーゼは力ある者たちのルーレットの麻生儀ナユタをかけたよりも多く存在する目の中に一つだけ刻まれた奇跡を見事引き寄せることができたからだ。その天文学的確率に勝利できる力、そう、奇跡をつかみ取る運気はすなわち魔力なのだ。強大な魔力を得るためには絶望的なリスクを背負わねばならぬ。魔力持たぬ者はそれを賭けでなく自暴自棄と呼ぼう。しかし真に魔力ある者はその奇跡をつかみ取り神秘を成就させるのだ。もしも私にその魔力があるならば、私はその奇跡をつかみ取るだろう。生涯を費やした願いを実現できるだろう。もし私にその奇跡を手にする資格があったなら、おー、ベアトリーチェ、ベアトリーチェ、お前の愛くるしい笑顔をもう一度だけ見せてくれ。どれほどの月日を経ようとも、お前の面影が消えることはない。ただお前の微笑が見たい、それだけだ。お前から授かったものを全て返そう。あの日からの栄光を全てお前に返そう。富も名誉も黄金もいらぬ、お前に授かった全てを返そう。私はただお前の微笑が見たいだけなのだ。ご賞だ、ベアトリーチェ。おおやあ諸君、当主様は具合が優れられないとのことだ。せっかくこうして一年ぶりの会合に集まってくれた諸君と昼食を共にできないことを非常に残念にしておられた。ゴーダ、ランチを始めてくれ。かしこまりました。それでは本日の昼食を始めさせていただきます。南條先生、
そんなにお父様のお具合は悪いの？せめて顔くらい見せてくれてもいいわよね。体調というよりは機嫌ですな。こればかりはつける薬がありませんので。おいおい、機嫌ってまたかよ。そりゃないぜ。こちとら秋のクソ忙しい時期にスケジュール都合してご機嫌伺いに来てるんだ。それをよ。よかったじゃないか、ルドルフ。ご機嫌は伺えたんだ。それとも不機嫌な親父殿を私に代わり、お前が説得して連れてきてくれるのかね。まさか。夕食までにはその機嫌治りそうなの？クラウス兄さん。そんなことは知らんよ。親父殿に直接聞いてみるといい。もっとも声をかけない方が機嫌の治りは早いと思うがね。源氏さんだけだよ。爺様の機嫌を治せるのは情けないぜ。自分の親の機嫌を使用人に治させるんだからよ。ジェシカ、余計なことは言わなくていい。機嫌がうんぬんってことは、病状はそんな悪くないんじゃねえの？元気がないってんならともかく、機嫌が悪いってのは少なくとも気はしっかりしてる証拠だぜ。おじい様は特に強い気力をお持ちだからね。でも体が必ずしもそれに伴えるとは限らないよ。去年からずっと余命3ヶ月って言われ続けてる。最初の診断が正しいならおじい様は気力だけで流られてるってことになる。気遣ってあげないといけないよ。